皆さんこんにちは、たなみんことたなぶみくです。今日もたまプラザから生放送です。今日はですね、番組初出演のゲストに来ていただいております。自己紹介よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、はじめまして、小賀なるみです。よろしくお願いします。わーい、いやいやいや、パフ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 なんかキャッチフレーズとかあったの、なるちゃんは。え、昔ですか？ありました。聞きたくなったな、今。なんかこうテンション。ちょっと待ってください。恥ずかしい？めっちゃ恥ずかしいです。超恥ずかしいです。なんかすごく、気さくで、今日初対面なのよ。そうなんですよ。なるちゃんと。初対面で。で、今日、初めてだよね、多分、みたいな感じで始まったんですけど、控室から結構楽しくて。本当ですか？嬉しいです。なんか話聞くのも、なんか、喋るのも楽しかったんで、なんか、ちょっとキャッチフレーズ聞きたい。やりますか。いい。私のためだよ、もう。私のためだけだから。じゃあ私が、最後に気になるって聞いたら、なるって言ってください。あ、わかった。よし。いきます。オッケーです。はい。どうなるなるなる、こうなるなるなる、なる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 、気になる。なるー。ありがとうございます。小賀なるみです。よろしくお願いします。かわいい。待ってください、いいね、ここでやると思ってなかったです。自己紹介を。これはね、あんたにはやってもらってないんですけど。え、なんでですか。なんか私のなんかテンション、今日のテンションが操作してしまった。いやー、ありがとうございます。めっちゃ嬉しくて、めっちゃ緊張してるんです、実は。あ、緊張してるの？はい、昨日、ご連絡いただいて。あ、昨日だったの、また。オムニア、オムニアね。いただいて。急なのよ。本当にありがとうございます。タナミンさんのラジオって聞いて、もう私でよければって。あ、本当に？もうやらせてください。ぜひ出させてください。遠いところ。いえいえ、もう。ありがとう。なんかこんなテラス席、テラス席。テラス席。タモプラザテラス。だとは思わなくて、すっごいね、土曜日だから、家族連れが多くって。そうなのよ。なんかもうサッカー少女が芝で寝てるわ。ね、みんなリラックスして。すごい、プール帰りの少女が。プール帰りってわかる、あのね。タオルを巻いてね、可愛らしいね。ほんと今日も暑いんだけど、ね、マスクしてるのに訳があってね。聞いていいんですか、それは。いや、本当にね、これは恥ずかしいのも、全然体調不良とかじゃないんですけども、前歯がね、上の前歯が取れちゃって。あら、まあ。これもね、やっぱり、もうあるある、なるなる、あるある。いやいやいや、かけないでください。かけないでください。って言ってくれたんだけど、私 AKB、組織時代の。言っちゃった。組織時代にね、はい、本当に初期の頃ですよ、まだ10代の、はい、13、14の頃ですよ。なんかね、マイクをさ、はい、持って歌うじゃない。歌いますね。踊るじゃない。踊りますね。入れ替えとか激しいんですよ。激しいですね。バーンってぶつけてね、はい、青春ガールズだったかな。うわー、私やりましたよ、青春ガールズ公演、ね、青春ガールズという曲でですよ。はい、ゴーゴーゴーみたいなってガーンってうわしかも本番じゃないの、リハーサルで、公演前のリハーサルでぶつけてバリバリみたいな感じになっちゃって、そっからも私の差し歯生活が始まりました。10代からのお付き合いで、でまあね、ちょこちょこメンテナンスに行き、歯を大切にしているんですが、この度またね、ちょっとフロスなんかしてたらさ、ポロって取れて、わあ、でも取れそうですね。そうなの、フロスで取れちゃって、でもなんかその前にもなんかいろいろ硬いもの結構食べたなって、気をつけてねって言われたのに、全然気にせず食べてたんだわ。それは取れるわと思って。それは取れますね。取れてしまいました。いや、ね、楽しみです、新しい歯が到着されるの。今日は本当に初対面で、なるちゃんとは、はい、なんかまあ共通点って言ってたら、まあお互いね、その組織があり、ね、はい、西の構成員、東の構成員でね。それ聞いてびっくりして。組織とか構成員とか
今日もお便りたくさんいただいてるんですけど、はい、やっぱそういうね書き方で皆さんもねコメントもいただいていて、はい、別に悪いことしたわけじゃないんだけどそうですね全然言っていいんだけどなんかそういう風に言うのがちょっとなんか自分の中で楽しくなっちゃっていやでもいいですね組織うん組織かっこいい組織時代に組織時代、ね、かっこいいスパイみたいなスパイみたいなでもなんかお会いしてお話ししたっていうことがなかったじゃないですか、うんうんうん、組織時代に、うんうんうん、そうなの、ね、初めてお話ししただから共通点って、うんまあ、組織にいたそうなんかね、ですかね本当に NMB の方たちとは、はい、その大きなコンサートとかあとはもう握手会とか、はい、もうそれくらいなのよおしゃべりできるのがなんですよね、うん、そうなんですよでなんかわかんないけどすごい NMB の異端児みたいに言われてた木下桃香ちゃんっていう、ねはい、桃香さんことをすごく仲良くさせていただいてて、はいはい、まあたまにその関西に握手会とか行った時にその一緒に遊びに行ったりとかねいやなんかご飯食べてすごいなんかつながりですよね、うん、すごいのよなんかそういうことしてたなと思っていやすごい桃香さんなんかそうなのね面白いねスーパー玉でとかね紹介してもらったえ玉でないんですか玉でないのこっちえないんですよですか私一応関西出身なんですけどあそうですよね滋賀にも玉でなくてあーれま、うん、あれいいネオンだよねいいんですよそうなんですよちょっとなんか元気出るねそうなんですちょっとなんかわ悪いっていうか悪いっていうかなんかあギラギラしててギラギラしててあれは何みたいな、ね、一番いい夜景じゃないみたいな感じでお話しして確かにそう玉でキラキラしてますねなんかちょっとねその玉でのなんていうかエコバッグとかなんかそういうのが、うん、ちょっと東京にもね、はい、こう買ってみてくださいみたいな感じでたまにこう流行ってる時あるんだけどあ雑貨屋さんみたいなそうなんですね、うん、ネットでねうわ面白いなんか懐かしい気持ちになるなと思いながら懐かしいですね暮らしております暮らしております今もうずっと東京あもう今はもうずっと東京でうそうですね、うん、2020年からあもうちょうどねコロナ禍の真っ只中でねそうなんですよ真っ只中の時期にこっちに上京してきまして、うん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 、ねえなんといってもちょっとね、コロナがねいろいろあったのでなんか不便なことないですか東京いやー不便ですよ不便ですよだって、うん、めっちゃ広いし駅も、うん、なんかもう迷子になりながら毎日過ごしてます、うんね、うわー一番嫌いな駅あります新橋私あの乗り換えの時とか、うんうん、だいたい新橋で乗り換えとかになっちゃうと絶対違う線で行くんですよ、うん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 、新橋がちょっと苦手すぎて苦手すぎてあの JR じゃないやつで行くあそうですあだからちょっと新橋ってちょっと暗いよね新橋ねそう私は本当に飲むの好きなのであそうですよ、ね、飲みに行く駅なんだけどあへなんかちょっと一つ間違ったら出口を、うん、もう分かんないってなるえあそうなんだもうそうなんですもう意味わかんないです新橋不便かなっていう人もいますね私はもう池袋と新宿が嫌いなんですけど、はい、わー池袋、うん、頑張って生きてる、うん、池袋も出口その南蛮出口に行きたいのにそこまでたどり着くのにめっちゃ時間かかりません、うん、池袋、うん、そうなのよ大変です、ね、そこは嫌いだけどね大して大きくないしねって言ってる人もいますねいや違 う、 う、ね、なんかねちょっと行かない人はあの不便なんじゃないやっぱ私関西のど田舎出身なんですよ、うん、もう家の横が田んぼみたいな、うんうんうん、でもずっと虫取りかごと網持ってわーみたいな生活してた人間なの で、 そうよこんなね都会に行ってやっぱ慣れないですよねわかるよ本当にもう全然わかるよ本当に上京したての頃、うん、私も
携帯がパカパカの携帯だったし、もう地図も何も乗り換え案内もなかったんで、わなんかすごい大変だったなって、こういう手帳みたいなやつをさ見てさ、こっからこう行くっていうのをやって過ごしてたなっていうのを今思い出しました。それは大変ですね。そんな状況仲間でもございます、なるちゃん。はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、いっぱいちょっと喋っちゃう。めっちゃ喋っちゃった。すいません。全然いいんです。ではそろそろ最初のコーナーに入っていきたいと思います。はい、フリースタイルタナミン。はい、このコーナーではタナミンさんが話したいことを自分の思うままに語ります。時にマニアックすぎてリスナーの方がついてこれない場合もございますが、そんな時は好きなことを話している幸せなタナミンさんを温かくめでていただければと思います。それではフリースタイルタナミンさんスタート。ありがとうございます。フリースタイルタナミンさん、タナミンさん、ありがとうございます。なんか最近なんかコロナもまあね、なんか明けてきたというか、人と会う機会も増えてきて、やっぱ昔その一緒にね、あの青春を共にした仲間たちと会いたいなっていう、同窓会したいなみたいな気分でさ、会いたくなっちゃって、はい、であのよく同期のことはよく会うんですよ。あ、はい、組織時代ね、組織時代の、はい、でもなんか後輩の子とかなんかしばらく会えてないなっていう子が何人かいたので、なんか チームで集まろうみたいな。でその時にちょうどまあ後輩が多いっていうのは倉持チーム B っていうのがあったんですけど、お、はい、倉持あすかちゃんの子っていう、はい、まあ、その子たちと久々に会いたいなっていうことで、はい、なんか集まろうってなって、で当時のマネージャーさんも来てくれたんだよね。エモい。赤平さんってわかりますか？わ、すいません、ちょっとわからなくて。わかんないか。ちょっとね、すっごい癖の強い人で、はいはい、まあ、今もなんかマネージャー業をね、なんかすごい大人気アイドルのマネージャーをやりながら、なんか最近社長に昇進しましたみたいな言ってましたけど。そんな喋り方なんですか？作業が苦手なんですね。わ、ですっごいいじられてて、はい、もう田辺さんみたいな、抹茶のせてみたいな、こういう感じの、抹茶写真撮ってるとか言って、すごい面白い人なんですけど、はい、なんかあの久々に会っても全然変わってなくて、はい、でも今もそうやってみんなにこうね、あの変わらず写真バシャバシャバシャ撮られて、もうやめてくださいよとか言って、すごい嬉しそうだったんですよ。かわいい。今もいじられるでしょみたいな言ったら、うん、もうそんなことないですよとか言って、ちょっとなんか悪意あるものまだ本当に似てるの、本当に似てるの、これ、気になる。皆さんね、知ってる人はもう似てるんじゃってどう思うくらいこれ似てるんですけど、まあ、みんなねこう出会って、もう久々に何年ぶりだろうね、もう10年近くぶりに会った、まあ、後輩ちゃんたちとかね、うん、もうみんなね、あの子供いたりとか、うわあの、ね、結婚しました、 AKB さんとか結婚されてる方多い。そういえば私10歳くらい離れてるよね、君たちみたいな子も、もう全然結婚してますから。わお、うん、すごい。もう引退されたりとかね、まあいろいろあるけど、もうみんなママなんだなっていうのに、うわすごいなんかはあって喪失感というか、うん、久々になりましたね。だからその喪失感と戦いながらね、これからも会いたいの、それでも会いたいのみんなに。でも分かります、そういうのやってみたいです、うん、私も同期とかと集まってみたいな。まだないよね、そんな全くないです ね、 あ、終わっちゃった。はい、ありがとうございました。終了です。フリースタイルタナミンさんはここまでです。続いてのコーナーはこちらです。お酒を飲むことと悩み相談をされるのが好きな私が、タマプラザの路地裏でひっそりと営業しているお店、スナックタナミ。今回はタナサタ初登場の小賀なるみさんにいろいろ質問していき、どんな人か知っていきたいなと思います。はい、皆さんからね結構届いてるから、こっち先に聞いちゃおうかな。あ、質問、うんうんうん、ありがとうございます。質問ありがとうございます。ラジオネーム藤倉さんからいただきました。タナミン、小賀なるみさん、こんにちは。ちょっと
待ってください。私の名前ちょっとなるちゃん。はい。こんにちは。こんにちは。今週は YouTube から見てます。すごい丁寧にフルネームだからさ。ありがとうございます。丁寧にありがとうございます。なるちゃんに質問です。はい。西の構成員時代は東の構成員はどんなイメージでしたか？おお。AKB どんなイメージでしたか？いや。イメージですか、うん、2人にしてもらいたいことはそれぞれ好きな漫画の話してもらいたいですってことです。 AKB はどんな感じでした？なんかでもやっぱ NMB から見てザ・アイドルって感じでした。本当にやっぱ NMB は結構本当にどこでもどんちゃん騒ぎだったんで、みんな楽屋でもウェーイみたいな感じだったんで、いや本当ね元気だよね。そうなんです、うん、だからなんか AKB さんはすごいもう本当にザ・アイドルの方たちばかりだなって思ってます。嬉しいね。いやなんかすごい別にね、うん、あの私がいたその組織は別に品がないとかじゃないんですけど、あのねすごい AKB さんはすごい品があって品があってでも南波のね雰囲気好きでしたよ私は。あ本当ですか。すごい面白いしもう芸人さん顔負けのことも何でもやってたじゃん。やってましたね。そこすごく痺れてましたしね。むちゃぶり全部やってくれるなとか。いやそうなんですよ、ね、なんかねもうずっと虫食べてたりとか罰、ね、ゲームでのもう何でもお手のもんでしょ。いやもう本当にあこれやったなみたいなやったなとかあのサランラップの額縁みたいなで顔がみたいなも結構やってましたし、ストッキングとか。あそうですね。あすげえガッツあるな。もうメイクなんてどうでもよかったですね、もう正直。あと曲とかも結構好きだったな、ナンバーが。あー、うん、いいですよね、うん、すごい夏の曲とかもすごい好きだし、なんかすごい全部いいんだよな。そうですよね、みんなね可愛いのよ。そんなめっちゃ無茶振りとかお笑いもやってくれるし超可愛いスタイルいいイメージ。いや確かになんかボンキュッボンの子が多くてシュッとしたよね。そうシュッとした子が多くて、それに結構ねデヘデヘしてました私は。デヘデヘしてました。うん、うん、結構なんか可愛い子がね近寄ってきてくれるとあー可愛いと、ね、結構フレンドリーのね子が多いんで、うんうん、すごい素敵だったなと。そうです、ね、漫画も好きだって。漫画も好きなんです。え漫画は何読まれる？最近ほんとねなんだろうな、あんまりほんとキングダムとかあーゴールデンカムイとか、はい、もうそういうものしか読まなくなってしまって、はい、なんかおすすめありますか？あでも本当に私も最近のものだと、うん、怪獣8号とか、うん、今アニメでやってるんですけどもうめちゃめちゃ面白くて、あれいいね、あれ面白いですね。もう今出てる巻まで一気に買ってちょっと読んだりしてますし、やっぱねなんか面白い作品がいっぱい出てきて、なんかなんだろう読む時間がね、そうなんですよね、欲しいってぐらいたくさんありますか。アニメとかもめっちゃ好きで。アニメも好き。え好きですか、うん、もうアニメも好きで、うんうん、私あの二次元の可愛い女の子が大好きなんですよ。女の子が好き。もう女の子最近のだと、うわ最近のだともう分かんないね、もう萌え系な感じ分かんないね。でもご注文はウサギですか。あはいはいはい、はい、ご注さっていうご注さがすっごい好きで、わかるはわかるんだけどね、ちゃんと見てないとすごいやっぱ語れないな、うん、まだまだ。いやいやいやご中さが面白いと。ご中さはもう心の癒しです。心の癒し、心がねピョンピョンするんですよ、見るともう本当におすすめです。見てみたいですねしっかりね楽しそうなね、はい、漫画アニメありがとうございます。いいですね、ありがとう答えいただいて、あこれいいですね。ラジオネームホワイトベッセルさん、タナミンさん、ナルミさん、スタッフの皆さんこんにちは。こんにちは、組織の構成員時代を含め芸能界に入ってからあえて一番嬉しかった有名人芸能人は誰ですかということでございます。あやっぱね、はい、私はあのじゃんけんで一回ね優勝したことがあるんですけど、あ、はい、その時に、うんまあ、関西でその神戸のなんだっけあれワールドなんとかワールド牧場じゃなくてなんか神戸の会場で優勝したんですけど
あんな忘れちゃった、どこだっけ。なんかちょっと関西の人が結構盛り上がってくれて、はい、でなんか翌日近いその年の何月か忘れちゃったんですけど、うん、せやねんに出れたんですね。うわめっちゃいい。もうせやねんめっちゃ見てた。いや見てましたよ、みたいな。お青春時代すごい見てたって思ってせやねん の, あのスタジオに入った瞬間に皆さんめっちゃ優しいのね。うわあの関西の富水正さん、まあね、健さん、はじめ、はい、克実&さゆりさんとか道康江さんとかみんな優しくて、はい、みたいな。東京と違う。いやいやそんなことない、そんなことない。優しいですけど、なんか違う、もうアットホームな感じがすごくて、はい、でもめちゃくちゃ楽しいお仕事で、うん、あの忘れられなくて会えて嬉しかった。うわいいですよね、うん、せやねんだって大阪いたら絶対見ますもん。絶対見んのよ、ね、こっちだと王様のブランチかな。あ、うん、そうなんですか。時間かな確か。そうなんだ、うん、へそうなんですよ。わいいですね、めちゃくちゃいいよ。せやねん、せやねんいいですね。そう、いや西の放送局の番組めっちゃ面白い。探偵ナイトスクープとかね、うわめっちゃもろいよ。めっちゃ好きです。たまに行くとさもうめっちゃ見れますもん。いや私探偵ナイトスクープが関西だけっていうの知らなくって、うん、そうなのよ。こっち来てえないんだみたいな。でさなるちゃんはさ新喜劇ね、はい、あそうなんです。吉本新喜劇に一回出させていただいて、うん、かっこいい。いやもうすごかったですね。皆さんもうやっぱお稽古とかも、うん、本当に前日の夜にやるんですよ。はー前日、はい、だから結構長いよね。そうなんです、うん、だからもう本当にいや皆さんもう当たり前ですけど、うん、やっぱりもうプロだなみたいな、うん、もうついていくのに必死でしたね。もうその時はもうすごくって。あれって出る時って結構ずっと出るって感じなの。あでもゲスト出演で、うんうんうん、出てたんで、はい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 、もうやっぱその新喜劇の方はずっと出ずっぱりじゃないですか、うんうんうん、なのに稽古こんなけみたいな。すごかった。すごいなって。すごいね。思いました。いっぱいいますからね、もう重鎮たちがね。新喜劇もね、いや楽しいな。もうそういう経験も ねやっぱりちょっと西と東は違うなっていうのを感じておりますが、いや素敵な経験をさせていただき、素敵嬉しかったです。ニックネラジオネーム打たれたジョルジオペトロシアンです。ファーム調整中さんが来ました。いつもね面白いラジオネーム。そうなんですね、すごい長い。小川成美様、FM サルススタッフの皆様こんにちは。こんにちは。本日はお二人に質問したいと思いメッセージを送らせていただきました。自分が質問したい内容は構成員時代に総統こと秋森康史様に言われたことで、いやもう言うてる言うてる言うてもてる印象に残ったものを知りたいですということでした。いやいや NMB は、うん、西の構成員時代はあんまりこの、うん、関わりはなかった。そうですね、グループ全体のコンサートがあった時に、うん、っていうのでうの だけだったので。そうしかもかあのヤススもう言ってもてる。ヤススはさあのみんなが何百人もこう集まってる円の中で、うんはい、端っこのところでさ一番目立つところで拡声器を使ってお話しされるんですね。って何も聞こえないですよ。マジでマジで聞こえないですよ何を言ってるか。やっぱ拡声器ちょっとこもっちゃうんですよね。そうそう、こもっちゃうから。でもうもともとこもってらっしゃるからお声もね、もうほんとすいません先生すいません、もうって感じになるんですよ。めっちゃ似てる。そう似てるよこれも。めっちゃ今日赤平さんもこれも似てますよ。似てます。いや本当に何言ってんだろうって思ったけど、多分 MC のダメ出しをしていると。だから MC メンバー本当にもうこっちわな声だってを聞いてたと思うんですよ。はいはいみたいな感じで。だからもう一応こんちゃんと聞いてるっていう感じにはしてたけど、感じにはもう向こうがなんだもう
新潟あたりに聞こえてないんだろうなとか。いやそうですよね。多分ねちょっとこちらまでは、ね、聞こえてないんだろうなとかね。しかも一番人数多かった時期じゃないですか、うんうんうん、なんかグループの全員が集まったコンサートしてた時期ってだから本当に楽屋足りねえ、ね、楽屋も足りてねえよみんな寒い暑いもういろいろあるよと思って、なんかすごくねぎゅうぎゅうで大変だったなっていうのと、たまにね本当に至近距離で会える時があってねその時もなんか一緒にさエレベーターで一緒になっちゃった時があって、うわやすしいると思ってちょっとピリッとしちゃうんですけども、あのやすすはですね、トーミン、うん、飲んでるかって言ってくれて、 お、はい、お酒が好きっていうことでね、はい、そういうことでなんかいろいろと聞いてくださったりして、はい飲んでますみたいなその時はちょっと聞こえました聞こえました。あ、よかったです。やっぱりあそこまで至近距離だと聞こえるんだなと思って、うん、なんかいろいろとねお許しをいただいたりして、ノミドルのねノミドルなんかのお前はその六本木で飲んでなんか騒がないようなタイプだから大丈夫みたいな感じで、お酒飲んでるよとか、うん、なんかそういうねこと言っても大丈夫だっていうね、うん、ことで許可はいただきまして、許可を公式に許可をそうなんです、公式にもらっちゃったりしました。そういえばと思いました。いいですね。確かに今日どんなつながりがあって探査隊来てくれたかって気にしてる方もいらっしゃって、お確かにそうなんだよね。まあ交互期待って感じで交互期待今後の展開を。そうでもね7月に舞台へ共演させていただくことになってまして、そうなんです。昨日ね、しっかり決まって、そうです、昨日発表されて、そう昨日本当にキャストも発表されて、もうあ、なるちゃん出るんだみたいな、で田中さんも出てくるんだっていう感じになりましたのでね、嬉しいです。こちらも楽しみにしていただきたいななんて思っております。はい、はい、はあっという間だねなんかびっくりしました、あっという間すぎて、うん、ちょっと告知もさせていただきますがまずはもうお送りしてきました、オニアプレゼンツ田波美久の田波美久でおしまいの時間が近づいてきてしまいました。なるちゃん今日は来てくれて本当にありがとうございました。いやこちらこそありがとうございます。今後の予定などよろしければ教えていただけたら、でもそれこそ田波美久さんとこれで言っとくご一緒させていただく、はいこれ言っとく。7月の開講だそうです。開講、うん、合ってますよね。私もねさっきね調べてこれは何て読むんだろうっていうね、私ちょっと調べたんですけど、うん、出てこなくて、出てこなかった。ちょっと開講だと思います。7月の開講というものに出させていただきますよ。7月あんたも出ますね。あそうです、うんうん、いじりも出て7月26日から29日まで、うん、全8回公演、アポックシアター千歳船橋にありますね、はい、アポックシアターで、はいはい、開催されます。はい、6月22日土曜日12時から前売り券先行販売も開始されましたので、ぜひこちらもお越しいただければと思います。はい、まちょっと不思議なお話だったよ。なんかこう台本をサラサラと見ましたが結構楽しみな、またなんか霊が見えるがなんだが私がおだった、なんかそういう役が多いんですはい、ちょっと癖強な役でした似合いますよね、なんかねなんかお似合いですよ、わかんないですけどなんかちょっといろいろとその雰囲気もねあったような作品だったのできっとなるちゃんにもぴったりだなと思いますが、楽しみです。楽しみにしております。ぜひ来ていただければと思います。お待ちしてます。そして私からもお知らせでございます。はい、7月15日に開催されるオモニアミニ運動会&バーベキューのチケットが本日18時から発売されます。わ、去年ね、11月の大雨の中ねやらせていただきました運動会そうなんですか。そうなの、それのリベンジということで、あ、うん、開催させていただきます。今回失敗したら次回はないかもしれません。あらまぜひ皆様参加していただければと思います。ということで
なるちゃんも来てくれたら嬉しいなと思いながら飛び入り参加ですっごい緩くね、あの誘ってみてくださいみたいなマネージャーがおっしゃってたみたいでございます飛び入り参加で今日本当初出演ということで田中さんありがとうございました。ありがとうございました。もうめちゃめちゃ楽しくって、楽しかった、はい、ありがとう、もう、はい、またよろしくお願いします。あっという間だったな本当に、はい、今週も放送終了後に番組の X で反省会動画あげます。それでは皆さん良い週末を。ただみくと小金レミでした。やばい。